雪ですね。本日の山菜ですね。こちら右側からクレソン、山人参の葉、水梅になります。はい、ごゆっくりどうぞ。これはイワナですよね。はい、イワナの天ぷらになります。どうぞ。ありがとうございます。おいしそう。いただきます。よろしかったらお漬物召し上がってください。 ありがとうございます。はい、しそば湯です。ごゆっくりどうぞ。失礼します。ずいぶん細かくネギ切ってくださってるね。お蕎麦いただきます。じゃあいただこう。おいしい。冷え冷え、蕎麦冷え冷えね。どうですか感想。おいしい。おいしそうね。じゃあクレソン、クレソン天ぷら。うん、うん、あったかくて、うん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 、これなんだな。葉っぱ、こんな葉っぱ普通に落ち葉みたいだけどね。これも食べてみた。イワナ、イワナのね天ぷらそばにしたの。うん、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 身が柔らかいね。そばもね、もうやっぱりね、信州はそばでしょ。美味しいもんこれ。美味しい。いただきます。すいません、お待たせいたしました。鈴木そばになります。美味しい。手打ちそば。庭もね、雪がありますよ、雪が。基礎寒いからね。天井も素敵だね。雰囲気がある。雰囲気のあるお店。ストーブも大きいの。なんか懐かしい、ほら。懐かしい。いい感じ。はい、じゃあゆっくりいただきます。おいしい。おいしかったですよ。お蕎麦以外にソースカツ丼とか馬刺しとか鯉の洗いとかそういうのもねありましたよ。地元の名物。すごいですね。美味しかった、本当に。はい、また来ます。ありがとう。永瀬さん、永瀬さんね、ごちそうさまでした。うん、スケートができちゃうよ、ほらつるんって。温泉に向かいます。千畳ヶ岳です。南アルプス。
雪もうっすらあるような感じ。ちょっと運動不足だからね、歩いてます。